若葉です。ファンデーション実況パート8やっていきましょう。聞いてください。さっき一度収録したんですけど、見事に録画されてなかったんですよ。まあ私の確認不足だったんですけど、録画されてませんでしたということでね。まあただやった内容がね、まあぶっちゃけ大したことやってなかったんで、まあその代わりこの細かいね、こういう塀を作ったりとか、そういう細かいとこをやったので、それをまたやり直すのは大変なので、申し訳ないけど、このままちょっと、しれっとパート8として実況させていただきます。何やったかっていうと、何やったかな。まあ今言ったような小物をいろいろ作ったっていうのと、あとね、領地を広げました。こっちじゃない。こっち側。このあたり。で、領地を広げて、ここに鉄鉱山を新たにね、作って、鉄を増産してます。あのね、足りてないんですよ、鉄が全然。うん、鉄が足りてないので、ここの鍛冶屋で、道具も全然作れなかったんですよ。で、道具が足りなかったんで、商人から買ってたら、金がめちゃめちゃ減っちゃって、一時期、借金がすごかったんだけど、まあ、なんとか今持ち直したかな。はい。やっぱ鉄が大事。うん。で、あとは食料が足りなかったので、このあたり、収穫者の小屋をね、木の実を採取する収穫者の小屋を追加したり、イノシシを取る狩猟小屋も追加したりしましたと、いうことをやって、まあ、足元を固めたって感じかな。で、なんかね、新しく一個、傑作を作ってくれって言われて、これですね、まだ途中なんだけど、宝石が散りばめられた十字架っていうのもね、建設中です。ただ、今足りないのが、これですね。金棒。金の延べ棒ね。これが足りてない。あとこれか。宝石。うん。金の延べ棒は、もう今、お金さえあれば、金鉱山はね、前回見つけて今掘ってるから、お金さえあれば、金を加工する技術も安得できる。なので、もうちょっとしたらやります。で、宝石の方は、鉄鉱山とか掘ってると、たまに宝石見つかるんですよ。うん。なので、ちょっとずつ貯めることができます。あとは、なんだろうね、宝石の鉱山とかあるのかな？わかんないけども。はい。まあちょっとそのあたり、時間かかりそうだけども、作りましょうというところですね。これ作ることで、毎週、教団の影響力がプラス1されるということで、いいんじゃないですかね。街の規模もなかなか大きくなってきたような気がしています。うん。結構立派になってきたよね。ただ、やっぱりバランスがね、かなり昔よりシビアになってるので、ちょっとずつね、少しずつ拡張していかないと、一気にやっちゃうと多分これ破綻するわ。破綻はしたくないので、慎重にちょっとことを進めていきたいと思います。はい。ということで、今回もやっていきましょう。本日2回目の収録です。スタート！早速宝飾品アンロックしようか。これで、金の棒を作ることができる。よし。で、金の棒を売ればまた、儲かるしね。この郊外でやりますかね。ちょうどここに金鉱山があるので、ここら辺に、金精錬所。これだね。木炭を使うのか、そうか。木炭って今どこで作ってるっけ？こっちか。ちょっと遠いっちゃ遠いけど、まあ、いいか。こういう運ぶ専門の人みたいな職業も欲しいけどな。物資保管場の人は、多分その物資を、保管するだけだよね、きっと。消費する施設まで運んでくれないと思うんですよね。はい、ここ。あー、お金すげえ。500も使うの。高っ。じゃあ、待つ、これは。あとそう、雑貨が利用できませんもよく出るんだよね。結局これもさ、雑貨って、食器とか、服か。ですね。で、服は、ウールが必要だから、あ、ウール結構溜まったね。うん、羊牧場を追加したんですよ。で、その代わり、ウールはあるけど、布が今度足りてない感じでしたかね。布13。あ、でもそこそこあるけどね。服か。仕立て屋。これが足りないのかな。これ追加しようか。このあたり、置いときましょう。ちょっとここに新しい住居、住宅エリアを作ろう。あのね、ここの小麦畑の丘の上。うん、やっぱりこの小麦農場で働く人たちってここら辺に住みたいでしょ、きっと。風車もそうだよね。うん、と思うんだ。
市場とかも作った方がいいかな。人が足りないんだよね。まあ軽く作っとこうか。ああ、ここの鉱山で働いている、新しい鉄鉱山ね、働いてる人も家がないっつってね。それはそうだよな。じゃあここのそばにも作ってあげるか。やっぱ近くなきゃダメだな。よしよし、普通の服増え始めたね。うん、よかった。あとは鉄鉱石も45個なったので、鉄も若干増えてきた。鉄の精錬所もう一個作ってもいいかもしんないね。鉄鉱石って多分この鉄精錬所しか使わないでしょ。だから別に全部使い果たしても問題はないはずだ。ということでもう一個作ろう。よし。うわー、金が足りない。やばい、金欠だなー。これ気になってんだけどさ、10分の1税特権、教団の特権だね。教会に10分の1税を課すことができるようになります。これちょっとやってみる。あ、待って、これもやりたいんだよな。修道院のワイン作り、これ、あ、こっちの方が先かもしんないね。ワイン作りたい。影響力があと3足りないのか。なんかイベントこなさなきゃいけないかな。ワインがあれば、娯楽も提供できるしね、あの酒場で。あと、ワイン自体売ることもできるから。そっち先にしよう。来た！修道院長の依頼。これで教団の影響力増やせるね。ノスベリーの商人をもてなして60杯以上の支持を得ましょう。あ、これはぬるゲーじゃないか。 100% 支持で25影響力、 80% でも15もらえるからね。あー、やろうやろう、全然やります。もう食料もいっぱいあるしな、今な。要求は水、食料、宿泊所で滞在、宗教、集会場へ行く。うんうん、大丈夫でしょう。はい、我が修道院へようこそ。お、なんだこれ、晩餐会での交渉。修道院長の特使は豪華な食事を取りながらノースベリーの商人たちと交渉しようと考えています。あれ、彼らをもてなす食事はどこで入手すべきか、あなたの意見を求めています。あー、食堂があるとこれを選べるのか。でも成功率 10% か。こっちは150金貨を与えることで来客村人の幸福の 20% のボーナス。あー、結果的に影響力、イベント成功時の影響力がたくさんもらえるかもしれない。これにしようか。150だったら払えるわ。はい、よしよし、 20% ついた。で、今 119% いいよ。あとはこれをね、滞在終了までキープできれば OK。 まただ。今度は修道院長の特使は取引で全員が得られる富を示し、商人たちを感心させようと考えているようです。しかし彼女の主張を通す最もいい方法について迷っています。あー、で執行官がいれば半々の確率でまた幸福度が上がる。もう一個は教団の豪華さが高いので 90% の確率で幸福度 20% ボーナスがつく。あー、いいじゃん、これやろうか。無理してやる必要ないけど、ちょっと90% だったら大丈夫でしょ。はいよっ。あー、失敗した。嘘でしょ。 10% の確率で失敗。嘘でしょ。え、びっくりするんだけど。あー、くそ、 98% か。これでフィニッシュですね。影響力いくらもらえるんだ。15もらいました。まあいいんじゃないですかね。はい、15あればいきまーす。はい、ワイン作ろう。よーし、ちょっとお金がなかなか増えていかないからね。ワインでも作ってさ、交易で金増やそうよ。ブドウ園、あー、ブラザー&シスターしかできないのね。了解。じゃあこの裏側ですかな、この辺りですかな。1個じゃ少なくない？ 2 個ぐらい作っとく。あー、嵐になった、来てしまいましたね。で、ワイナリーだね。あー、嵐だと確かブドウの収穫量も減ったような気がする。マジか。あ、ワイナリー、樽を使うのか。樽作んないと。はい、こんな感じで作ります。で、ブラザー&シスター増やさないとな。写本はあるからね、これで。はい、何に必要なんだ。シスターも、はい。お、修道院長ってある。何これ、修道院長。現在の仕事で最大レベルに達している必要がある。
修道院長ごとに10ブラザーが必要です。ブラザー単位になってるのか。樽ってどうやって作るんだ？あった、これか。いやー、やっぱ金がかかる。金が欲しい。仕方ない。ちょっと税金上げるか。ね。そういうことをしましょうか。若干な。はい。農民だけ、あーでも平民も、でかいな。うん。農民と平民あげよう。市民はあげない。これで金結構増えるんじゃない？幸福度下がるから村人出てっちゃうかもしんないけど。また兵士を揃えたんですよ。訓練済み。一人だけやや訓練済みだけど。合計7人。こいつはちょっと任務行ってみる。害獣駆除。距離近い。難易度簡単。いけんじゃない？ 7 人いれば。前回4人で。非常に簡単。3人死んだけど。今回7人いりゃ、まあまあまあ。ほら、成功率非常に高い。やりましょう。成功すると、金貨、小麦、果実酒とかもらえるね。おー、いいんじゃないですか。やりましょう。送り出す、いってらっしゃい。大丈夫かなぁ。ドキドキするぞ。マジで頼むぞ。うん。任務をこなさないとね、兵士のレベルも上がっていかないから、確か。ビールいっぱいもらえるやつだ。これやりてえな。労働者影響力5もらえる。道具を80個か。いや、いけると思う。やりましょう。道具今、新しい建物を、あんま建ててないから大丈夫だ。やろう。よし。OK。で、道具を使うな指令を出しますか。備蓄。よし。兵士勝利しました。さあ、死者は出たんでしょうか。あ、一人負傷したけども大丈夫だね。みんな生き残った。よかったー。怖いわ。毎回焦る。あー、すげえ、いっぱい持ってきたね。すごい。おー、いいねー。いや、戦争はたまりませんな。あ、待って、これ。農業ゾーンが見当たりませんって言ってたんだけど、もしかしてブドウ園もあれか、ペタペタって小麦農場と同じようにゾーンを設定しなきゃいけない系か。あ、やっぱそうだ。畑はペイント。なるほど。じゃあこの辺りか。ここはあれ狩猟ゾーンなんだよ。狩猟はちょっとやめてもらえますか。ここはね、ちょっと狩猟は NG にして、ここら辺をブドウ畑にしましょう。すごい。海岸沿いのブドウ畑。育たねえ気がするな。普通だと。よし。道具も溜まったね。じゃあ、イベント、完了。これで、ビールたくさんと、労働者影響力ゲット。でも労働者のイベントをこなすと、今度王国のね、評価がゼロになっちゃったね。これはいかんともしがて。え、待って、大変です。約束のビールが村へ運ばれてる間に腐ってしまったよ。嘘だ。え？村人たちは受け取った資源をすでに渡してしまっており、状況は気まずいものとなっています。75のビールを失うっていう選択肢が選べないってことは、これは俺はもう、腐ったビールを消費しちゃったってことですかね、これね。78あるけどね。あ、保管してないからってことか。あ、もう露店で売っちゃってるわ。露店というか酒場で。黙っていれば気づかれまい。なーに、腐ったものが一番美味しい。ん？違うか。腐りかけが一番美味しい。あ、もう腐ってるわ。じゃ、まずいわ。よし、やっとお金が500以上貯まった。これで作れるぞ。金精錬所。行きましょう。はい。さあ、金の延べ棒を売ろう。ワイナリーも出来上がったって。これか？これワイナリーか？多分そうだね。ワインも出来上がったら、あ、そっか。酒場でまた取り扱い品目が増えるから、酒場自体を拡張しなきゃいけないか？サービスカウンター追加だね。石造りの客室を、ここかな？ここにつけて、で、ワインを提供する。で、もう一個酒場が、どれだ？これかな？こっちの酒場も同じように、お、腐ったビール提供してるね。
はい、よし、あとはお金を貯めて、あれだ、樽を作んなきゃいけないのか。樽アンロック、よし。あー、これも鉄と道具を使うのか。しかも市民じゃなきゃなれない。まあとりあえず作ろうか。どこがいいかな。ここら辺か。ちょっと窮屈すぎる。ここに作ろうか。鉄が必要なので、鉄を作ってるこの辺り、製鉄場の近くがいいよね。おう、お金がない。久しぶりにあれやろうか。村人から現金をいただきましょう。お、すごいもらえる。村人の幸福度に 30% マイナスのボーナスがついてしまう。 30% はでかいか。ちょっと待ってくれ、今村人の幸福度ってどう？一番低い人 55% か。おー、なるほどね。あー、ちょっときついな。 30%、 うわー、辛そう。ゴー。やったー、金めっちゃ増えた。よし、樽屋を建築。うっひょおー、なにこれ、潤沢な金貨。古のドラゴンが持っているような富、黄金に輝く金貨の山をあなたが築いたと噂になっています。まあね、みんなから徴収しただけだけど。ただの噂ではあるものの、村はしばらくお金に不自由しないと村人たちは安心しています。脳みそどっかに忘れてきたかな。幸福度 10% ボーナスがつくって、マジか。やったね。実質マイナー 20% で済んでるってことね。これはいい。よし、市民増やそうぜ。はい、2人ぐらい増やしとこう。樽職人にしたい。次の兵士の任務行こうかな。一人まだ負傷してるけど、この人、ラッサムさん、この人覗いていけないか。ノースベリーの訓練、あ、これ行くか。リベンジするか。ほら、ちょっとね、パワーアップしてるんですよ。力10とかになってるでしょ。民兵レベル3だから、やっぱりね、実戦を経験しないと成長していかないからね。はい、非常に高い成功率。行きましょう。ね、ノースベリーの奴らには訓練で3人も殺されたから。訓練と称した罠だよね、絶対。今度はこっちがやっちゃおうぜ。事故に見せかけて。よし、樽できました。市民3人も必要なのこれ。まあ1人でもやってくれると思うけどね。1人増や、あれ増やさないと。なんでだ。あ、他のことやってっからか。伊達巻さんは、樽、職人になってください。焼きそばさんも、チーズ屋から樽職人に。で、チーズ屋は他の人割り当てる。はい。よし。さあ、樽を作れ、作れ。これ多分、これ危なくないこれ。ちょっと、後ろ顔したら、ゴローってこう転がってっけど。ドンキーコングかな？住居の条件は満たされてません。何これ。え？ダウングレードされますよってマーク、これ。平民の居住者がいない。なるほど。平民増やそう。ダウングレード悲しい。なるべくやりたくない。あ、居住者がそもそも誰もいない？マジか。だから、これ職場を作ってあげなきゃいけないんだろうね、きっと。なんか作るか。こっちも醸造場を一つ作ろうか。ちょっとうるさそうなんだね、これね。多分、うるさいのか臭いのかわかんないけど。これを、このあたりに、作るか。はい。これで多分住んでくれると思うんだけどね。あー、でも間に合わないかな。これが、全部赤くなったら多分、ダウングレードされるんでしょう。別に平民の居住者がいなくてもわざわざダウングレードする必要はないんじゃないかな。と思うけど。あ、金製錬所建設完了。よーし、これで、あ、これも市民か。市民はさ、高いんですよね、格上げするのが。あー、ダウングレードされてしまう。くそー。まあいいよ、そのうちまたアップグレードできるでしょう。よっしゃ、任務成功。道具2、剣4。しょっぺーなー。まあ、ノースベリーだからな。しゃあねー。
はいはい、一人負傷したかな。ラッサムの怪我は治った。あー、いいね。よし、じゃあちょっと怪我を治したからもう一回行こう行こう。はい、樽屋で樽を生産。そしてワイナリーの方はどうですか、やってんのかな。はいはい、作ってる作ってる。あれ早くない？すげえスピードでできるんだねワインって。あ、めっちゃいいじゃん。よーし、これで娯楽を酒場で提供できるな。いいよ。で、全然気づかないうちに嵐も過ぎ去っていたんですね、いつの間にか。全然気づかなかった。こんな感じで、うん、これは割と反映してると言っていいんじゃねえか。ちょっとね、勢力を伸ばすのがなかなか難しいな。やっぱりこちらを立てればあちらが立たずという感じで、全部ね評価を上げることは難しいんで、ちょっとバランス取りながらやんなきゃいけないかなって感じですね。はい。まあ今回はね、樽屋を作ってワインを作った、そして、金の延べ棒を作り始めましたんで、はい、できてますね。これを使ったり売ったりしてお金を貯めましょう。やっぱり金がないのが一番ネックだわ。金が欲しい、切実に。はい、ということで、なかなかいい感じになってきたんじゃないでしょうか。このちょっと小麦畑もいい感じじゃない？うん、ちゃんと柵で全部囲ってね、なるべく隙間が開かないように綺麗にしてますが、真ん中道ドーンで通ってるし、ちょっとなんかやっぱこの道ができるとこ少し嫌だよね。もうちょっとこう迂回してほしい。めちゃめちゃ Google マップみたいになってんじゃん、道の上に家が建ってるっていう。これちょっとなぁ。まあ、細かい話ですけども。はい、というところで、じゃあ今回はここまでにしましょう。収録してなかった分含めて実質4時間ちょいやってるからなぁ。まあ、大きくなってきましたね。はい。ということで、よければチャンネル登録お願いします。またこの動画が面白かったら高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。